調べさせてもらったが、驚いたよ、風魔。Kが自発的に手を差し伸べる、そんな過去を経ていようとは。座して死を待つ牢屋を Kは密かに連れ出した。そして知られざる地に見事かくまってみせたのだ。まことのうつつ、おまはんが届かせてくれんね。天下だの未来だのどうでもよか。真の次元を見るためなら手段は選ばねえ。次元の奥義は鬼の道にあり。よか腕よ、セーランも喜びで震えてっと。帝を討ち伝説の忍びか。伯としてもこの上ないな。死ぬわけにはいかんぞ。まことのうつつを見るまで。幸い、何やら祭り。北条五代記、一門の史歴を綴ったものらしいが、この今年もこの季節がやってきた。加賀前岳主催お祭り一番野郎決定戦。司会は私、前岳随一の口だけ野郎。そして解説の前田利家だ。今年もすごそうだぞ松。はい、目が離せませぬ。前回の優勝者は前田圭司さんですが、今年はどうでしょう、解説の利家様。優勝は圭司だ。圭司頑張れ。犬千代様、ひいきはダメでございます。
おっと、解説から熱き優勝宣言だが、どうだ、全ての参加者は燃え上がるばかり。少々待っておれ、体の筋を伸ばしている最中なのだ。松目がしかと見届けましてございまする。乗り返してこそありがたみが湧くってもよ。刑事の元気な目を見て指揮を取り戻すのです。今の俺は腹いっぱい。ここで目立っちゃいな注目証明。なんだよこの盛り上がりは。のっけから去年超えだって。刑事、もう始まっていますよ。急ぎ用意を。みんな大盛り上がりだな。夢吉、俺の上にはいい風が吹いてるかい。慎重に、敵の動きに気を払います。やる、皆殺しだ。まあ念を押すのでも曲がるがね。すげえ。まだまだだ。あなた様こそが選ばれし者、それがし菅無量にござる。あの、無口な男の方がモテるって本当ですか。拙者はあのような活躍を。こんなすげえ奴がいるって誰も信じてくれねえ。それがしは守るためにこそ槍を振る。お前にも守るものがあるなら正々堂々勝負だ。おー、それがしも踊る。殿、こりゃ解説やってる場合じゃねえ状態。出陣でー。来た来た、上がってきた新たな櫓だ。ヤッグーラ、そーれヤッグーラ、ヤッグーラ、そーれヤッグーラ。槍の股さ、いつもより多く回しまくりだ。そーれそーれ、昔は刑事みたいにかぶいたものよ。犬千代様、あの頃と変わらず手足がごっちゃですよ。遊びにもうまい飯をいただいた。よって気合十分。今のは号令じゃないぞ、それがしの腹の音だ。ですよね。情のかけらも伺えないが、そう導いたのだから当然だが。不思議だな、駆け出しの頃に戻った気分だ。伝説の忍びか、悪としてもこの上ないな。強いな、勝者のものを。そうでなくては。
ってきたな。おにぎり食っていいか。まあ地味と言われれば返す言葉もないが、人を操り楽しむことこそ命の醍醐味ではないかね。楽しかった。いい汗かいたら腹減ったぞ松。何という勢い。皆様方、ここはお餅のごとき粘り強さを。よい。おいおい、あいつには息切れってもんなねえのかよ。我らの旗を掲げよう。敵方にしかと示す。加賀の男児を守るは松の務め。彩色剣舞、いざ存分に振るいまする。皆様の盛り上がりが松目に火を灯しました。伝説の松様が踊り出た。涙を拭けよ、盛り上がれ。ならんと櫓がさらに天へと伸びる。うわ、乗ってる場合じゃねえ。乗せてくぜ。ゲーさん、頑張って。おっと、ここで注目人物あり。ゲーさん、大将だからって優勝任せないっしょ。語り継げ、踊りまくれ。松様だけに松代まで。武家の女は文武両道、料理に踊り、円やコーレでござる。この勢い、向こうの水準を司るはいかなるものでございましょう。松殿の水準の腕はもはやとどまるところを知らぬ。良き腕前。
ッ